はい、皆さんこんにちは、新潟の西村ですと、コワーキングアドベントカレンダー2012、12月4日担当ということで、自分のね、あのブログは動画なので、こちらの YouTube でちょっとお届けしたいと思います。前日はね、東京で初めてコワーキングスペースを作ったというバックスコワーキングの佐谷さんが、勤めて、こちらに引き継いだということでちょっと緊張してます。はい。で、まずね、新潟の自分がどうしてコワーキングに出会ったのかというのをちょっとお話ししたいと思うんですけど、去年の2011年の年末ぐらいに、まあ今までずっと会社勤めをしてたんですけど、まあプライベートの問題だったりとか、あと自分が42になった節目で、ちょっとこれから一人で生きていくような、ちょっと自分で仕事を取って生きていくような力って身につけていかないと将来的な不安もあるしとかっていういろいろな事情があって、でフリーランスに転向したんですね。で、一旦新潟、8年間住んでた新潟から、実家の方の埼玉の方にね、戻ったんですけど、ありがたいことに、ちょっと新潟からお仕事の相談とかお受けするようなことになって、ちょくちょくその東京圏と新潟と往復するような形になって、いつの間にか、カフェとか、マクドナルドみたいな、Wi-Fi や電源をさまようような、ノマドワーカーというような仕事のスタイルに自然になっていったんですよね。で、正直それがつまんなかったんですよ。孤独で寂しいし、隣の人とも喋れるわけでもないし、で、仕事がつまんなくて、で、そんな時にたまたま Twitter だったと思うんですけど、コワーキングっていう言葉を目にして、で、なんだこれはと。で、いろいろと Wikipedia とかいろんなので調べてみると、面白そうだな。で、東京都内のそのコワーキングスペースに、何軒か見に行ったんですよね。で、最初に行ったのは、東京水道橋のネコワーキングで、で、その時は共同のパックスコワーキング。で、あと JJ カフェにも行きましたね、渋谷の。で、この辺回っていく中で、非常にすごくその、自分には衝撃的で、例えば、JJ カフェに行った時に、たまたま居合わせた人は新潟県出身の人で、で、その流れで意気投合して、オーナーの白坂さんをご紹介くださって、で、新潟でもしコワーキングスペースやるんだったら、うちのブランド使えば、みたいな感じで、その場の乗りで決まったりとか。そうですね。ネコワーキングに至っては、たまたま居合わせた人たちが、なんか自分の考えてることに対して、すっごい、初対面のはずなのに、どんどんダメ出ししてくれたりとか、で、それがまたいい方向に進んだりとか。で、パックスコワーキングに至ってはね、本当にいろんな方がいらっしゃって、で、本当に、コワーキングって、コワーキングスペースって、本当に最初から仲間意識があるというか、すぐにすんなりとこう、輪に入っていけるような。で、そこでいろんなコラボレーションが、生まれて、でそこからすごいスピーディーにことが運んでいくっていうのが非常に自分には衝撃的でした。でこれをその新潟にないのかなって調べたらなかったんで、ね、いろんな方々との巡り合いとか、ご支援により、2012年の6月1日、JJ カフェ新潟っていうコワーキングスペースを新潟駅前ホテルの1階という、新しいスタイルで、グランドオープンすることができました。で、こちらのね、プロデューサーとして自分は、現在もやらさせていただいてるんですけど、で、その6月1日にグランドオープンしてから1ヶ月ぐらい経った時に、ちょっと、群馬県の前橋の方で、シャルソンというね、ユニークなマラソンの大会が、イベントがあったので、そこにお邪魔する流れで、一旦新潟に帰るんじゃなくて、そのまま、ちょっとあちこちのコワーキングスペース、見てもらいたいなっていうふうに思って、本当に思いつきだったんですけど、いろんな、地方のコワーキングスペース、回ることにしました。
で、6月30日に新潟を出て、まあ、かれこれ43日間、1回も新潟に帰らずに、いろんな地方のコワーキングスペースを回る中で、本当に、今にして思えばすごくやってよかったかな。うん。本当にコワーキングスペースって、それぞれに、それぞれの雰囲気と、あと、やってること、まあ、取り組み、それから集まる人たちってすごい違うもんで、特に地方同士、新潟とどこかの地方って、すごく共通する部分もあれば、それぞれに独自の取り組みがあって、で、それぞれが、つながると、また面白いことって生まれるのかな、というような期待感も非常に、回るたびに増えていって、で、特にね、自分なんて、新潟に8年住んでて、あとはね、埼玉出身ってこともあって、他の地方とあんまり知らなかったんですけど、ね、全然つてもないし、だけど、ワーキングスペースにまず行きさえすれば、そこで誰かしらいるし、でその地元の人とのつながりで、またいろんなところを紹介していただいて、本当にガイドブックなしでも非常にディープな旅が楽しめるし、うん、なおかつ、面白かったのが、奈良とか、あと岡山に行ったときは、ワーキングスペースにまず行って、でそのつながりの中から、まあ、泊まる場所として、まあ、ゲストハウスって呼ばれるね、安宿にちょっと案内されたりとか、まあ、行き着いたときに、まあ、そのゲストハウスのオーナーさんが、まあ、なんなら、宿代いらないからずっと行っていいよみたいな感じで言ってくれて、で、岡山なんか2週間ぐらいいましたし、うん、で、その中でまたいろんな人と出会えて、で、コワーキングスペースつながりもあって、で、そのゲストハウス、岡山のゲストハウス、まあ、もっと言えば倉敷美観地区の中にある、ユーリンアンという、本当に古民家ね、100年以上の古民家を使ったゲストハウスなんですけど、ここに、新たなコワーキングスペースをプロデュースするに至ったりとか、まあ、いろんな成果もこの旅の中で生まれました。うん、で、あとね、最近決まったんですけど、岩手大学っていう国立大学の方で、まあ、岩手のね、盛岡にありますけど、こちらの、まあ、山間民の、地域連携センターですか、こちらの方で、まあ、コワーキングについて講演をさせていただくことになったりとか、本当にいろんな成果を生むことになりました。これもね、本当にコワーキングに出会って、で、あれよあれよと地方にどんどん増えていって、今、全国に200カ所以上増えたという中で、まあ、自分も地方のね、新潟っていう土地にコワーキングスペースをプロデュースしたという流れで、なんだろう、いろんなつながりがこのコワーキングによって、生まれて、で、自分のそのフリーランスとしての活動の場が広がってるっていう、これがすごく、大きな、まあ、激動の一年といいますかね、いうふうになりました。本当に、去年の年末、フリーランスに転校したときには、こんなことになるとは全然思ってなかったんですけど、コワーキングに出会ってしまったがために、こんなふうになってしまった。うん、今ではね、全国50カ所以上ちょっと回らさせてもらって、来年には、四国、九州、沖縄っていうところをね、回らさせていただくつもりです。本当にね、コワーキングに出会って、本当にまさかの連続かなという形です。ね、こちらの、コワーキングアドベントカレンダー2012、まあ管理されている、松田さんも おっしゃってましたね。今年6月の、品川のコワーキングカンファレンス東京2012でもおっしゃってましたけど、人生には3つの坂がありますと。上り坂、下り坂、まさかですと。で、コワーキングがそのまさかがいっぱい生まれますよみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、本当にそうだと思います。うん、そんなね、コワーキングの良さ、面白さっていうのを、またね、いろんなところに伝えられたらいいな、うん、少しでもね、その楽しさを体験していただければいいな、というふうに思いながらも、自分は全国をこれからを、回っていきたいな、というふうに思います。はい。という感じなんですので、こんな感じでよろしいんでしょうかね。はい。まあ、自分はね、ブログ書くのがめんどくさいんで、動画でレポートをお伝えしてますので、他の動画もね、よろしかったら見ていただければと思います。そしてまあ、2012年ももうすぐ終わりということで、本当に皆さん、メリークリスマス。そして、
良い1年をお迎えください。はい、新潟の西村でした。はい、ありがとうございました。あ、そう、最後にこの本ご紹介しておきましょう。せっかくね、佐谷さんのつながりですから、こちらの本私も読まさせていただきました。今年の5月に出てね、もう半年以上経ってますけど、まあ、英語版も出るということで、本当に非常に楽しみにしています。こちらの本をね、きっかけにね、つながりまた広がればな、なんていうふうに思ってますし、自分も旅に回ってて、こんなふうにいろんな方のサインを書いてもらってます。まあ、本当になんかもう書くところがないんじゃないかっていうぐらい、いろんな方に書いてもらって、本当に世界に一冊の本になってます。この本があるとね、非常にコワーキングっていうもの、なんだそれって言われる方も、この本を見せると、あ、その本出てるんだ、ちょっと見せてっていう感じで、割と話もね、そこでこう広がったりするんで、非常にこの本、ありがたく使わせていただいてます。というわけなし。はい。というわけで、お次の方につなげたいと思います。星野さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。